こんにちは、アニマルタイガです。はい、今回なんですけども、ジャパンレプタイルズショー in ビッグサイトということでですね、僕今年なんと初めてのイベントでございます。一度ね、出展では、今年イベント出たんですけども、プライベートでこうしてね、見に来るイベントは初です。もうね、じっくりといろんな生態見ていったんですけども、今日はですね、ブースさんの方を回ってどんな生態がいるのかっていうのをですね、撮影していきたいと思いますので、ぜひ皆さん最後までご覧ください。はい、それではまず最初にですね、こちらですね、ユリケザギャラリーの方に来ております。以前にもね、ファームの方をですね撮影させていただいたんですけども、イベント出展しているということでね、遊びに来ました。今はですね、こんな感じで、はい、リクガメちゃんたちが入ってますね。正門、東ヘルマン、西ヘルマン、西ヘルマン、サルディーニャとかさ、コルシカとか産地で分かれてますね。そしてケズメちゃん、こちらにはイベラギリシャですね。こんな感じでリクガメちゃんがいて、あ、見て、僕のパネルもね作ってくれてて、僕が行った時のほら動画がここに貼られてるので、このパネルから読み込んでもらうとね、ここの本当にすごいバックヤードの様子とか、ペレンティちゃんがいるところとかね見れるので、よかったら皆さんこれね見てみてください。はい、そしてこちら側回ってくるとですね、こっちには、クレスちゃんがねたくさんいます。あとガーゴイルもねいますね。こんな感じでレッドストライプ、この赤の乗ってるガーゴかっこいいですよね。クレスもいっぱいいる。あ、ガーゴもいっぱいいるんだな。マーブルとか、マーブル、あー、これはねほんと野生味があっていい色合いですよね。マーブル、オレンジマーブルですね。で、こっちには、お、卵付きで置いてありますね。これジャイアント月光、ジャイアント月光、ジャイアント月光と。卵付きってことはもしかしてあれですかね、ユリケさんの方で生まれた子たちなのかな。いっぱいいますね。いっぱいジャイアント月光が生まれてますね。すげえ。あ、ニュージーランドグリーン月光、え、こんなとこにいたんだ。見て、この超貴重な、この子、え、販売してたんだ。赤舌緑ヤモリですね。すごく希少なヤモリちゃん。見た目もね、かっこいいんですよね。めちゃめちゃかっこいいヤモリちゃんですね。ニュージーランド生息している子ですよね。そして、こちらに行くとですね、あ、この子たちはもしかしたら僕がファームに遊び行った時に生まれたての子たちかな。キンバリーとホワイトノーザンの、子ですね。掛け合わせの子、オスとメスといるみたいで、かなり立派に育ってますね。めっちゃ綺麗に育ってますね。本当すごいな。ヘテロホワイトノーザン、ホワイトノーザンっていう、まあ、真っ白にこうなるね青じだちゃんいるんですけど、そのヘテロですね。で、片親もキンバリーっていうことで、やっぱキンバリー表現でこうバンドが細かくなってますよね。それがすごく特徴的で面白いですね。はい、そしてこちら側に来てみると、なんとですね、皆さん、この子たち、サンドモニターですね。大きい個体は何度か見たことあるんですけど、ここまでベビーの個体、サンドモニター初めて見ましたね。こちらもね、オーストラリア原産のフールドモニターにすごく似ている種類なんですが、全然背中の表現が違ってるかなというふうに思いますね、サンドモニター。そしてなんとこちらには、またしてもオーストラリアのオオトカゲ、メルテンスモニターですね。いやー、こんなサイズでこんなにね見れる時が来るとは。いやー、すげーわ、メルテンス。ほんとちっちゃい生まれたての個体たちですね。しかもね、結構安いんですよ。これめちゃめちゃ安いですね。いやー、いいなー。このメルテンスはね、水オトカゲよりも僕的にはこう水性傾向強いんじゃないかなっていうぐらい、まあ、水泳ぐのすごく得意で、しなやかにね泳ぐんですよ。この種類もねいつか買いたいですね。そして、下行くと出ました、こちらサルバトールモニターの T プラスアルビノですね。めっちゃ綺麗な個体です。 T プラスもいいよね。うちにはいないモルフですね。超可愛い。でもまあちょっとね育ってると思うので、非常に立ち上げもまあ状態良さそうですね。かなりやっぱモニターとか、イベントで購入される際はね、よくこう動いてるかとか、あと目がねしっかり開いてるかとか見てほしいんですけど、この子はもうバチバチに元気ですね。
しっかり元気に動いてる子ですね。またオーストラリアモニター、こちらレースモニターのベルズフェイズですね。はい、ベビーサイズ、こちら国内 CB ということで、すごいね、ついにこうレースを増やす人が現れたかっていうね。この子は本当にね綺麗ですね。もうこちらもねいつか飼いたいです。もうオーストラリアのこのモニターっていうのはねいつかもう本当に飼いたい。まあ、この子もねめっちゃ飼いたいです。もうここ僕飼いたいのしかいないですね。カミンギーも下にいて、こちらはねインドネシア CB だったかな、そうっていうことなので、また、最近見ないようなバンド柄になってんじゃないかな。うん、この子ねすごく綺麗な子ですね。でブルーテグ T プラス、カイマンとかね、僕好みのトカゲちゃんたちがいますね。はい、なんとですね今から T プラスアルイのとベルゼヘですね、実際に触っていいよってことなので、ちょっとねハンドリングしてみたいと思います。うわー、こちらが T プラスの子ですね。よいしょ、おー元気元気元気いっぱいです。うわ綺麗。もう T プラスということでチロシナーゼね、黒い色素を作る遺伝子がちょっと残ってるので、ちょっとだけこうね柄も黒いところがあるっていう子ですね。真っ白もいいですけど、やっぱこうやってちょっと残ってるパープル色な感じがすごく綺麗で、めっちゃ元気ですねいいですね。やっぱこれだけね高価なオオトカゲちゃんとか生態だと状態いいと嬉しいですね。うわー最高。顔もすごい綺麗な子ですね。めっちゃ綺麗な子だこの子。はい、そしたら続いてこちらベルズフェイズですね。いや、このサイズのを触るのは僕初めてです。どうだろう、びっくりするかな。よいしょ、はい、大丈夫。うわぁ同じようなオオトカゲに見えると思うんですけど、やっぱりねこのレースの触り心地は本当に気持ちいい。サルバに比べてねかなり鱗がきめ細かいんですよね。なのでスベスベとした触り心地、いやいいですね最高ですねこれは。うわーもうベビーベビーより少し育ってるので、この子もしかもね目もしっかり開いて元気な個体ですよ。よし、ゆりけさんが連れてきている個体はみんなやっぱ状態がいいのでおすすめです。皆さんこれおすすめですよぜひお迎えを。いやいつか僕もね本当に飼いたいと思います。いやありがとうございます。はい、ということでねゆりけさんのブースでございました。イベント出展されてる際はねぜひ皆さん見てください。素敵な子たちがいっぱいいます。はい、続いてはねこちら LOJ さんの方来ましたね。いつもねモニターがすごくいっぱい並んでて目を引くブースなんですけど、僕もね大好きなブースなんですけど、今日はですねひときわちょっと僕の目を引いたこの子ですね。ちょっと前にね LOJ さんの方の店舗行った時にもいた子だと思うんですけど、やっぱりね頭でかいんですよこれすごいっすよね大頭クサガメ。なかなかねここまででかい子はいないと思います。僕もこの子ほどでかい子はね見たことないので、本当にねでっかい子なんですけど、この子のなんとね見てこちらに子供がねいるみたいなんですよ。この子の子供として、販売してて、まあ、クサガメ僕も大好きでねたくさん家にいたりしてよくベビーも見るんですけど、この時点ででかいんですよ頭。大頭クサガメ一説にはね食べ物ででかくなるっていう話も聞きますし、遺伝性でねこうでっかくなる血統がいるっていうのも聞くので、まあ、その辺はちょっと育ててみないとっていうところではあると思うんですけど、これだけねベビー児でもうサイズがでかいので、ちょっと今回ねこれ一匹ねお迎えして成長をね見ていこうかなというふうに思いますね。こんな立派にね育ってくれたらいいですね。まあ、この子もね販売してるのでね、大きいサイズで欲しい方はね購入することができますね。ちょっと特別に持たせていただきます。その大きさをね、うら分かります？もう甲羅もバカでかいですし、本当に頭が大きい、超でかいですね。かっこいい。これが普通に日本の川にいると思ったらびっくりですね。めちゃめちゃ大きい子。じゃあちょっとベビーの方ね、1匹選んで購入したいと思います。はい、ということでねゲットしました。まだねたくさんいるので、ぜひ皆さんもよかったら LOJ さんのブースにねこの
大頭の子いるので、みんなで飼ってね、一緒に育てましょう。はい、続いてはですね、こちら神奈川県にあるシリウスさんですね。シリウスさんの方を見ていきたいと思います。はい、ブースの方こんな感じ、あっちの奥までねあるんですけど、今回特にモニターすごいですね。シリウスさんいつもモニターたくさんいるんですけど、すっごい個体いっぱいいますね。スペックル、スペックルもなかなか最近見ないのに2頭も、2頭いるし、セラムもね、セラムもいますよ。で、下にも、下もここセラムですかね、ぽいですね、セラムモニターっぽいですね。で、ピンスク、そしてピグミマルガですね。ピグミマルガいいよね、めっちゃ可愛いです。で、リッジテール、見てこのサイズ差ね、ちっちゃいのから大きいの、そしてヤングまでいて、こちらにはですね、ここ見て、ここすごいよ、シミレスモニターとチモールモニターがね大量にいますね。ここに、うわー、シミレスこんなに一度に見れることないですよ皆さん。これだ、こっちはチモールですね。チモールかわいいな、チモールかわいいっすね。おー、チモールちゃんね、こっちもチモールちゃん、あー大きいですねこの子は。そう、この辺の個体はね非常にちっちゃい、まあオートカゲの中ではちっちゃい種類ですね。あ、シミです、シミです。あー頭大きいなこの子、うん大きい、こっちの子ちっちゃいですもんね、チモールちゃん。うわー、これドワーフね飼いたい人はね、もう一時期全く見ないぐらい本当に少なかったんで、今は買い時ですね。これはいるうちに買わないと本当にね、これ爬虫類は、まあ、全部そうですけどいなくなっちゃいますからね、なかなか流通しなくなっちゃいますから。うわ、マドゥラ綺麗、サルバのマドゥラ、うわ見て、この子やばいね、サルバ国内 CB のめちゃめちゃ綺麗、すっげー綺麗なサルバがいましたね。もうこの辺は青ジタと子持ちミンツ、青舌もいいですね。はい、なんとね T- の子を出してねいただきました。うわー綺麗、すーごい綺麗、やっぱ頭白いっすね。うわー体もねピンクがかってて、やっぱ幼体の時はこの黒い色素がないからもうピンクなんですよね肌が、めっちゃ綺麗。あ、明かりも当ててくれて綺麗に見えてますね。うわー元気そうで、しっかりと目を開けてT- ですよ。もう1年に1匹見るか見ないかぐらいのそんな希少な子なんでね、いやいいな、もう1匹欲しくなっちゃう、こんなベビーちゃん、かわいい、めっちゃかわいいですねうわー、そして、こちらがですねスンバワの超極美ですね。で、女の子でしたっけ。女の子です。女の子でこんだけ触るスンバワの子、なんかバッタバタなイメージだしけど、この子本当におとなしいし、産卵経験もあります。あ、産卵もしてんすか。うわ、めちゃめちゃいいな。で、映像でもね結構捉えられてるかなと思うんですけど、スンバワって割とこうなんか薄い黄色になるけど、この子オレンジ味もあってめっちゃ綺麗ですね。そうですね、ちょうどアップ前で色がちょっと白くなっちゃってますけど、すごい綺麗、いやすごい、いやこの子いいな、買いたいな、もう買いたい子がいっぱいいるから頑張んないとね、頑張りましょう。はい、続いてねまたスタッフの方に出していただいたんですけど、この子はサルバトルモニターのハルマヘラですか。ハルマヘラの子で、これすごいですね、モルフじゃないんですもんね。そうなんですよ、下物ではあるんですけど、めちゃくちゃめちゃ黒い、見てこの背中の黒さ、もうほんとブラックドラゴンみたいだけど、こうちょっと模様が残ってるっていう、これいいっすね、おしゃれですね。でお腹面は若干、あ、お腹面はちゃんと黄色いからね、すげえ、これなんか融合体みたいな、ブラックドラゴンとノーマルのいい子ですね。こんな子なかなか見ない。そうですね、めちゃくちゃおとなしいし、うん、かっこいいんで、すごいおすすめです。おお、かっこいい、いい顔してるね。いやモニターほんといっぱいいて、シルさんいいですね。まだまだねこのたくさんいるので、ぜひ皆さんイベントで見かけた時はこのブースね、シルさんのブース見てみてください。
アフロクとかもいっぱいいますね。いや、ありがとうございます。はい、はい、ということでビッグサイトでのジャパンレプタイルズショーからですね、帰宅しました。購入品だったりいただき物があるのでね、紹介したいと思います。まずはですね、こちらでかいでしょ、これね、見てこんな感じで2分の1ぐらいの大きさかなのパネルですね。アニマルタイガーのパネル、あれ QR は YouTube のチャンネルになってるんですけど、これねユリケザギャラリーさんが作ってくれてですね、プレゼントしてくれました。こんなねいいものね、特注でこう作ってくれたっていうことでね、これ爬虫類館の方で、置いておきたいと思います。あと、まあ、僕が来店する時とかね、オトカゲとよく行くんですけど、オトカゲを見てあれこのお兄さん誰なんだろうってね思われる方やっぱ多いので、オトカゲきっかけでもね、まあ、僕のことを知ってもらえたらなというふうに思いまして、オトカゲと一緒のね来店の時とかもねこれ持ってってね誰でもすぐ分かるようにしたいというふうに思います。はい、これありがとうございます。ゆりきさんね、いつもありがとうございます。そして、こちらがですね、まあこれパンフレットでしょ、でこの中にははい、こんな感じのメッシュのケースですね。これね、あのベルテックジャパンさんの方で販売してたものですね。これを5つね、はい、手に入れました。こんな感じのメッシュケージですね。まあ何に使うかまたね後日の動画で紹介していきたいと思います。続いてこちら、はい、こちらですね、リューレプタイルズさんのボールパイソン専門店リューレプタイルズさんの T シャツです。ついにねゲットしました。 XL サイズゲットしました。そして、こちらね動画の中でもちょっと紹介してましたが、はい、こちらの子大頭草亀の赤ちゃんですね。まあ、どんな感じで成長していくのかは普通の草亀ちゃんとねちょっと見比べながら、今後もね成長を皆さんにお見せしていきたいと思いますので、この子のこともねよろしくお願いします。まだ生後2ヶ月ぐらいかなのベビーちゃんですね。という感じで、今年初めてですね遊びに行った爬虫類イベントですね、ビッグサイトでの、ジャパンレプタイルズショーということで非常にね楽しかったです。充実した一日でした。ということでね、今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。